こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは山大ライフ限定ニュータッチあご入りだしの味噌豚骨ラーメンになります。凄腕専属敏腕バイヤーことうちの奥さんが買い物先で偶然見つけた一品。ライフさんのお出汁を使っているようで期待できそうですね。よろしくお願いいたします。今回もいただきます。山大ライフ限定ニュータッチあご入りだしの味噌豚骨ラーメンでございます。はい。それでは、まずは一口いただきます。反発力。うん。もちもちしております。うまい。お味噌が強いのかと思いきや。うん。豚骨も頑張ってるし、魚粉入ってますね、これね。お魚系の出汁も頑張ってます。はい。それでは、この商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント。はい。まずは、上品な魚介風味は、ライフプレミアム。そのまま飲んでも美味しい。贅沢なあご入りお出汁を使用。そうですか。ありがとうございます。ありがたく頂戴します。はい。次。芳醇な白味噌を使用したコクのある合わせ味噌スープ。そうですか。香りもちょっと強めなのと、ほのかなのと混ざってたんで、何種類か使ってるなと思ってたんですけど、合わせ味噌ですね。承知しました。はい。次。味噌豚骨スープを引き立てる隠し味の柚子。全体の味を引き締める一味唐辛子のアクセント。どういうこと?おしゃべりしながらいただきます。はい。この麺がなかなかね、もちもちしてて美味しいですね。噛んでいくと、むむってします。噛んで入って、ギュッて噛むときに、むむってします。はい。美味しい。うん。存在感あるな、麺が。口の中で。うん。豚骨結構思ったより目立ってますね。味噌がもっとドーンとくるのかと思いきや、ちょっと甘めです。はい。ちょっと甘め。で、割と豚骨が目立ってて、あとこれ魚粉じゃないですかね。これがお出汁ですかね。結構お魚も頑張ってる感じです。うん。かなり頑張ってますね、お魚も。口の中の前半分が豚骨担当、後ろ半分がお魚担当、全体を味噌が優しく包んでるみたいな、そんな感じですね。はい。柚子と一味唐辛子も入ってるってことなんですけど、唐辛子はピリッとしてちょっと締めてくれてる感じですね。柚子はちょっと下の真ん中あたりに例の柑橘系のよだれが出てくる感じのあの感じがありますね。ちゃんと。うん。豚骨と魚介のツートップを味噌が支えて、唐辛子が脇から締めて、柚子でよだれ出てくるみたいな、そんな感じですね。はい。強引にまとめてみますと、そんな感じです。なんか、それぞれ強みを持ったキャラクターが集まってる感じですね。うん。ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、もう一体感とか良くないっていう。麺は麺で美味しいっしょ。スープはスープで美味しいっしょ。一体感とかまあいいよねっていう感じですね。もちろん一体感ちゃんとあるんですけど。なんかそんな気がします。麺は。おっきい。あ、うめえ。しこ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 。ちゃんと味も出てきて、このメンマが今うちで食えるんだからすごい。しつこかったりしないんで、割とスルスル入っちゃう。後の心配もあんまりいらないですね。これだけさっぱり系だとね。うん、はい。それでは、ライフさん。お話をちょっとさせていただく。株式会社ライフコーポレーションという企業さんが運営するスーパーマーケットチェーン。食料品の他に、衣料品なんかにも、服ですね。なんかにも力を入れてるということで有名ですね。で、ちょっと変わってまして、本社が大阪と東京と2つある日本社製っていうのを採用されている。その関係上店舗を展開されているのは近畿、それから関東、この2つですね。ちょっと電車とかで出かけると、こう車窓なんかを見てますとね、四つ葉のクローバー見かけますね。看板ね。ライフさんの看板。いろんなところにありますね。素晴らしい。はい。で、この商品が発売された時のライフさんからの周知によると、近畿圏で取り扱いしますよっていうお話だったんですね。僕は関東圏に出てくると思ってなかったんですけど、凄腕敏腕専属バイヤーのうちの奥さんがですね、たまたまライフにお買い物に行った時に、これを発見してくれてですね、メッセージで写真を送ってくれたんですね。何これつって。それで、ああ、それそれそれみたいな。ちょっとゲットしててもらえますかみたいな。そんな感じでゲットしてくれました、うちの奥さん。はい。あの奥さんのアクションがなければ今この商品はここにないっていうことになるんです。ありがとう、うちの奥さん。素晴らしいバイヤーです。で、ちょっとライフさんにお話を戻しますと、創業が1910年、明治43年ということで非常に長い歴史をお持ちだ。で、もう一つちょっと注目すべきところは、いわゆるブランド、プライベートブランドで5つほど展開されている。一つが自社のスマイルライフ。で、もう一つが、自社の高級志向のライフプレミアム。三つ目が、自社の環境と健康に対して配慮したブランド、ビオラル。四つ目が、日流グループということで、暮らしモア。五つ目が、これ、ヤオコーさんとの共同開発ブランドになるんですけど、スターセレクトという、この五つのブランドを展開されている。ということで、ブランド攻略の際にはなかなか手強いですけれども、今後もお付き合いさせていただければと思います。はい。以上がライフさんでございました。雑談ベースになっちゃうんですけど、山田さん最近、いろんなところとコラボされてますけれども、ヤオコーさんとかライフさんとか、あとまあ僕がちらっと見た中では、どうもセコマさんの汁ありも山田さんがお作りになってる商品があるっぽい。で、このあたりの山田さん、もう皆さんね、山田さんがすごい商品をお作りになる、美味しい商品をお作りになるってことは、凄麺とかニュータッチで皆さんご存知だと思うんで、このあたりちょっと追いかけてみたいですね。特に、セコマさんの商品をお作りになってるの最近知ったんで、ちょっと試してみたいです。はい、残り、これだけになりました。一気に。うん、チャーシュー最後に残しといたんですけど、ほろほろ美味しい。うん、美味しかった。258円税抜き258円ですが、もう十分なんじゃないでしょうか。はい、もう満足させていただきました。ありがとうございます。ということで、大変美味しくいただきました。ごちそうさまでした。どうもありがとうございました。はい、リスペクトタイムです。今回は山大ライフ限定ニュータッチ顎入りだしの味噌豚骨ラーメンをいただきました。カップ麺リスペクト的にラップアップさせていただきますと、気軽に付き合える一杯という感じです。ありがとうございました。美味しくいただきました。あっさりめの味噌スープは濃いめのお味噌汁を魚介だしで割った感じですかね。濃厚でもなく味噌汁でもなく個性を感じました。柚子はそんなに多くないんですけれども、全体があっさりめだから目立っちゃうということでちょっと人を選ぶかもしれません。麺は一体感とか知らねえよ、俺がうまけりゃいいんだろっていうタイプの麺で、それだけでもめっちゃ美味しいんですけれども、うまく周りとマッチしててちゃんと一体感もありました。ニンニクみたいな周りを気にしなきゃいけないものもないので、食べる時も選ばないですし、食後ももたれたりしないので気軽に付き合える一杯かなと思っております。というわけで今回は山大ライフ限定ニュータッチ顎入りだしの味噌豚骨ラーメンをいただきました。今回も美味しいカップ麺をどうもありがとうございました。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。